約束でしたよね。地獄以上の恐怖を見せてあげるって。なんてスピードだ。あれがフリーザの正体か。だが今の俺ならやれる。貴様らは邪魔だ。引っ込んでよく見ておくんだな。ガキどもには見えなかったようだが、俺には見えるぞ。大した自信だね、ベジータ。それとも、恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな？今のうちに、そうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが、貴様の最も恐れていた、スーパーサイヤ人だ！恐怖の宣告。フリーザ最終形態の超パワー。相変わらず冗談きついね。カカロットの出番はないで。見えてるぞ。じゃあ少しだけ付き合ってあげようかな。本気を出してあげようかな。本気でスピードを上げたらついてくるのか。所詮スーパーサイヤ人なんてただのくだらない伝説だったのだ。押し切れ。
そんなはずはない。俺はスーパーサイヤ人だ。くたばれフリーザからやらせてもらうよ。軽くね。ベジータは生まれて初めて心の底から震え上がった。真の恐怖と決定的な挫折に、恐ろしさと絶望に涙すら流した。これも初めてのことだった。ベジータはすでに戦意を失っていた。手助けしたかったらいつでもどうぞ。信じらんねえ。力がどんどん湧き出てくる。自分でも怖えくれえだ。すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。よし、すぐ近くだ。フリーザやゴハン、クリリン、それとベジータ、その他にオラの知らねえでかい気がいる。誰なんだ、まさかこの感じピッコロか。待ってろみんな。おん、遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。まだゴミが残っていたのか。カカロットカカロット、そうか、お前もサイヤ人。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。サ
この僕にカウンターを当てるとはなかなかやるじゃないか。フリーザー、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。あの伝説の全宇宙最強の戦士スーパーサイヤ人だ。フリーザー、もう貴様はおしまいだ。ザマーミア。知ってたはずだろ。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。おい、ベジータはもう身動きさえできなかったんだ。わざわざとどめを刺すことはねえだろ。カカロット、まだそんな甘いことを。スーパーサイヤ人じゃなかったのか。バカ野郎、非常になれ。甘さをなくせば貴様はきっと慣れたはずだ。よく聞け、カカロット。俺たちの生まれた星、惑星ベジータの消滅は巨大隕石の衝突のせいじゃ なかった。フリーザがやったんだ。俺たちサイヤ人は、あいつの手となり足となり命令通りに働いたってのに。貴様の両親も俺の親である王も全員殺された。頼む、フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の天で。やっとくたばったか、ベジータ。おめえがオラに頼むなんてよっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことはでっきれいだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。おめえに殺されたサイヤ人たちや、ここのナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。くだらないことを。この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。ゴン、早くしろ。お父さん、死なないで。フリーザをやっつけて。でも、この戦いにも飽きてきたよ。
そろそろ決着をつけようと思うんだけど。どうかな。そうかな。考えてみるぞ。僕の計算では 50%、 つまりマックスパワーの半分も出せば君を一部に一輪することができる。何？